秋野陽子は、日本の女優、タレントである。本名は同じ。大阪府出身、四天王寺高等学校卒業。三船プロダクション、田中プロモーション、アクターズプロモーション、J2、カフナロックなどを経て、島田プロダクション所属。大阪、南の五福屋の末娘として誕生。小学校の学芸会をきっかけに、演劇の道に進み、中学、 高校と演劇部に在籍した。1974年に NHK 議員がテレビ小説大阪3月3年にウェイトレス役で出演しデビュー。翌1975年の NHK 連続テレビ小説おはようさんのヒロイン、戸野村あゆ子役に抜擢され本格的に女優活動を開始した。1976年の TBS 赤い運命では 山口も思いと共演した。1980年代には歌手活動をしており、歌手としてバラエティ番組俺たち表金属にはしばしばゲスト出演していた。その後は演技派女優及びタレントとして多くのテレビ番組などに出演している。1986年には映画変欲だけの天使で第60回キネマ順方ベスト展主演女優賞を受賞。 またダイエットへの造形も深めて、講演や解説ビデオの出版等、多方面で活躍を見せている。現在は大阪を中心に活躍しており、関西ローカルで2005年11月開始の読売テレビ放送の情報ワイド番組、劇テレ金曜日、2006年7月から帯番組化され、情報ライブミヤネ屋の木曜日コメンテーターを担当。関西ローカル番組では、 大阪弁で話すことが多い。私生活では、1983年に TBS テレビのプロデューサーだった田代冬彦と結婚。1993年12月に一条を設けたが、結婚19年目となる2001年に離婚。広島東洋カープのファンとしても知られ、広島以外はプロ野球ではありませんとも言っていた。広島市民球場での観戦経験も多く、 東京でカープの3連戦の試合がある際は、毎回そのうち必ず2試合を現地で観戦していたという。このように熱狂的な女性カープファンであることから、元祖カープ女子と呼ばれている。料理もプロ級の腕並みを持っていて、料理本も数冊出版している。出演したテレビ番組でタレント候補が話題となった際、自身も過去立候補を要請され、自分は 政治の素人だからという理由で断ったことを明かした。かねてより TBS ラジオのヘビーリスナーを公言していたが、平成23年6月28日に念願の小島稽古キラキラにゲディラ出演を果たした。北海道夕張郡ユニ町のふるさと大使を務める甘いものが苦手。チョコレートを食べると耳の中で黒板を引っかくような音がするという水泳やジョギングを 特技の一つとしている。ありがとうございます。